きげんよう。こんにちは。いや、みんな揃ってどうしたんだ？今ね、みんなで買い物に行くところなの。女子の活動というものを教えてもらっている。女子の活動？ティラに普段私たちが何をしてどう過ごしているか教えてあげてるのよ。それで一緒にいろんなことをしてみようって話になったの。それでまずは買い物ってわけか。一緒に来ませんか？俺？でも女子の活動を学んでるんだな。いいじゃない、君もいた方が楽しくなりそうだし。どういう意味で楽しくなりそうなんだ？来てくれると嬉しいです。女子の誘いは受けるべき。分かったよ。それじゃあお邪魔するな。この店、掘り出し物の装備がいろいろ売ってるのよね。見るだけでも楽しくなってきちゃうわ。確かに、パッと見ただけでもパラメーターが高い装備をいろいろと置いてるな。ほら。何その真っ黒で意味のわからないトゲトゲがいっぱいついてる鎧。待てって、この防御力と HP 補正の数値を見てみろよ。鍛冶屋としてその性能の魅力はよくわかるけど、これを着て歩くのはちょっと。そんなにひどいか。アスナ、この服の生地は何？これはね、アサっていう生地よ。アサ。ティア、生地に興味があるのか？最近アスナに裁縫を教えてもらっている。ふわっしょを極めるには裁縫が必要だと。ふわっしょ。ふわっしょは女子のたしなみ。自分で作れるようになれば一人前らしい。アスナ、この生地は？これはベルベットね。ベルベット、リズベットと関係がありそうです。ないってば。なるほど。それじゃあティアは今いろんなことに挑戦してみてるんだな。アスナが裁縫しているのを見て興味を持った。興味を持つことでその後の自分に大きな変化が生まれることもあるだろうしな。女子力アップを狙う。おう。もうこの装備はとても興味がある。でもこれはちょっと胸元が空きすぎかも。もう私には似合いそうにありません。やっぱ女子の買い物に付き合うと。長いこと時間を潰しちゃったわね。うん、やっぱり買い物は楽しいね。ファッションについても勉強になった。女子の活動は楽しいです。さあ次は何をしましょうか。お腹が空いてきました。オッケー、それじゃあ何か食べに行く。ぜひ行きましょう。そういえば公園の屋台で新しい店が増えたらしいけど、見に行くか？屋台。じゃあみんなで公園に行きましょう。このほんと幸せそうに食べるわね。見てると和んじゃうよね。何か好きな食べ物はある？ラーメン。ラーメン？そんなのこの世界にあったっけ？それが始まりの町の西地区にあるんだよ。でもやっぱりあの時の子はティアだったのか。ラーメン、興味深いです。今度みんなで一緒に食いに行こうぜ。でもここで食べるものはどれも美味しい。それはきっとみんなで一緒に食べるからだよ。みんなで食べた方が美味しい。確かにね、どんな美味しいものでも
一人で食べると味気ないもの。なるほど。だからここで食べるものはどれも美味しい。さあ、お腹も満たしたところで次はどうしようか。おすすめスポットがあります。へえ、じゃあプレミアに案内してもらいましょう。はい、案内します。ここです。芝生か。確かにここの芝生で横になると気持ちいいよね。はい、みんなで寝っ転がりましょう。食べた後にすぐ横になるっていうのが女子らしさから離れている気がしないでもないけど。ですが日差しが気持ちいいので。自分に正直な子ね。じゃあ私も遠慮なく、私も寝ちゃおうかな。みんなで昼寝タイムだな。昼寝タイム。こうしてると落ち着くわね。うん、みんなでこうして過ごすのっていいよね。確かにこうしているのは悪くない。ああ、きっとそうだろうな。だいぶまったりしちゃったわね。誰かさんは本当に寝ちゃうし。まあそれだけ気持ちよかったってことで。ってそうだ、どうしたの。さっきティアが行きたいって言ってたクエスト、うっかり忘れるところだったわ。あ、つい気が抜けちゃってた。クエスト？それは一人でも大丈夫だから。うん、みんなで一緒に行こう。私たちが普段何をしているのかを体験してもらうのが今日のみんなで協力し合うのもその一つなんだよ。ティア、みんなで行きましょう。クエストだってみんなで協力した方が楽しいぜ。わかった。はい。それでどんなクエストなんだ。確か養蚕業を営んでいる人からの依頼だったわよね。そう、報酬に絹糸がもらえるらしい。オッケー、それじゃあ行ってみようぜ。おお。あのモンスターを倒せばいいんだな。そう、それで絹糸を作っている小屋が守られる。なかなか手ごわそうな相手ね。大丈夫、みんなで戦えば倒せるよ。では戦闘開始です。報酬の絹糸たくさんもらえたみたいでよかったな。みんなに協力してもらったおかげ。やっぱりお裁縫のために絹糸が欲しかったの。そう。ねえ、最後にみんなでお裁縫をしましょうか。ああ、それいいわね。はい、楽しそうです。あの、俺も裁縫に参加ですか。君にはみんなが作ったものの評価をしてもらおうかな。どっちにしてもあまり得意なことじゃないけど。まあまあ、ここまで来たんだから最後まで付き合いなさいって。縫い方はこれで正しい？うん、大丈夫だよ。この作業夢中になっちゃうわね。つい黙々とやっちゃうよね。これをこうして。プレニアちゃんは何を作ってるの？ティアへのプレゼントです。へえ、プレゼントだって。ティアちゃん、実は私もプレミアへプレゼントを作ってる。そうなんだ。プレ
レゼントし合うなんて仲良しだね。なんか微笑ましいわ。さあ、これで私の完成。何を作ったんだ？スカーフよ。ちょっとしたアクセントにいいでしょ。へえ、綺麗な柄が作れるものなんだな。ちなみに、なんか特殊なパラメーターついてたりするのか？もう、やっぱり君はそこが気になるんだね。私も完成。どう？リズはリボンか。ちょっと、反応が薄くない？いや、リボンって実際につけてもらわないとイメージしにくくて。リボンをつける？私が？だってそのために作ったんじゃないのか。お、思いつきで作っただけ。まあでもつけてみたら似合うんじゃないか。いやよ、なんか恥ずかしいもの。そっか。できた。お、ティアからプレミアへ送るプレゼントはどんなものなんだ？枕。これはまた意外なものが出てきたな。ふかふかな枕はとても気持ちがいいから。自分の気に入っているものをプレミアちゃんにも勧めたかったんだね。ありがとうございます、ティア。枕を持って芝生に行く気なのか。どうかした、ティアちゃん。今日はみんなの普段の過ごし方をいろいろ体験することができた。どの体験も私には新鮮でとても貴重で、普段というのは人のつながりにおいて大切な時間であるということが分かった。そうだな、普段という時間にこそ大事なものがあるのかもしれない。これからも一緒にたくさんの普段を体験していこうね。よろしく。お待たせしました。ティアへのプレゼントができましたので使ってください。プレミアちゃんは何を作ったのかな。なんだそれ、リボン。それってブラジャーです。なんでブラ、それを作ったの？ティアの女子力を上げるために作りました。女性はブラジャーをすることで、ストップ。どうしましたか？プレミアちゃん、男の子がいる前ではあまりそういう話はしない方がいいんだよ。そうなのですか？そうかな。このプレゼントは、そういうことじゃないんだけど。では話はここまでにして早速つけてみてください。わかった、今着ている服を脱いで。ダメ。ブラジャーをつけるのは、プレミアにこそ女子についていろいろ教えなきゃいけない気がするわ。ああ、教えてあげてくれ。